世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。福寿みずきが見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスズ。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスズ in the case of 水木福寿。綺麗の定義って本当にこう誰が決めたんだろうって思うことあるんですけど、お花も市場に出荷するっていう時にやっぱりこういう美しさじゃないと引き取れませんよっていう定義があったりするんですけど、美しさの答えって一つじゃないので、多様な美しさを伝えたい。フローリストの福寿が始めた自然派の花農園。農薬を使わず自然のままに育てた花は形も大きさも不揃いだ。通常は規格外として廃棄されてしまうが、オンリーワンの一輪の美しさとして販売することにした。農園に足を運べば花摘みや花束作りの体験もできる。いろんな大きさのひまわりがあって綺麗だなって思いました。一輪の花がもう一生懸命その人生を全うしているっていう姿がすごくこう愛しいなって思う。でもそれって人も実は一緒で、花だけでなく人にも多様な美しさが。実はローランズのスタッフのおよそ7割は障害と向き合う人々だ。理解し合いながら働いているので、こうなんかストレスなく働けてる。世の中に美しくないものなんてなくて、つまり価値がないっていうものは存在しなくて、別の角度からアプローチをしていけば全てのものに価値をつけていけると思ってます。新しいこと、変わらないセオリー。やむなく廃棄されてしまった花にも新しい価値を見出した。再生紙として名刺やカードのほか、もう一度生まれ変わった花として商品化も果たす。フレッシュフェイスズ、その先は花を通じて排除なく誰もが花咲く社会というのを作っていけたらいいなと思ってます。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。